ベッダレイア、ベッダレイア、イ、は、日本の競争馬。成田トップロードの初年度産区で、2007年のフローラステークスに優勝している。場名はイタリア語で、美しいを意味する、ベッダとギリシア神話の大地の女神、レイアを組み合わせたもの。2007年1月21日、京都競馬場の新馬戦で、秋山真一郎を安状に上がりサンハロン33秒。 8の末足で解消。その後、大賀賞を見据え、クイーンカップに出走登録を行うも、抽選となり、除外となった。さらに翌週のアーリントンカップでも、除外となり、代わりに出走したスミレステークスでは、アルナスラインの3着に終わり、賞金を加算できなかった。大賀賞出走を諦めきれない陣営は、大賀賞への最終ステップ競争である。 フラワーカップに出走登録を行うも、三度目の除外となってしまう。代わりに出走した中京競馬場のアザミ賞、500万下特別を、道中最後方から豪快に差し切り解消する。その後、目標を優秀品馬、オークスに定め、トライアル競争のフローラステークスに出走。前走で、品馬ながら、上がりの時計で、高タイムを叩き出していたことから、 単勝1.8倍の圧倒的一番人気に支持される。レースではスローペースで馬群に包まれ、さらに直線でも前が壁になる苦しい競馬を強いられたが、大外に持ち出すと他の馬をまとめて差し切り、重賞初制覇を達成。これにより優秀品馬の優先出走権を得た。また、この勝利が成田トップロード3区として初の重賞制覇となった。 そして迎えた、優秀品馬では、大賀賞一着の大和スカーレットが熱発で、回避二着のウオッカが、東京優秀、ダービーに出走を表明したため、押し出される形で一番人気に押された。レースでは、今までとは違い、スタートから先行し、行位につけたまま最後の直線を迎える。最後の直線では外に持ち出し、早めに抜け出し先頭に立つものの、 ローブネコルテの吸収に花咲かわされ、二着に敗れた。その後、ノーザンファームで休養取り8月8日に帰給し、秋からは竹豊に乗り換わることになっていた。当初、竹豊はフランス遠征を行いホワショーで名称サムソンに起乗する予定だったため、同じ日に行われるローズステークスに起乗できないので、朝日チャレンジカップに出走予定だった。しかし、 名称サムソンが、ウマインフルエンザの影響で、海外遠征を取りやめたため、ローズステークスに出走することになった。そのレースでは、中段から進んだものの、最後まで先頭で握るダイワスカーレットをかわせず2着に、敗れた。その後、第十二回集箇賞に出走。道中は、後方の外目からレースを進め、四コーナーで前が塞がり、直線に向いてさらに外に持ち出すものの、 ほとんど最後方に位置していたため、メンバー最速となる上り3回32.9秒というタイムで追い込んできたものの、届かず4着に敗れた。自走はエリザベス女王杯に向かう予定だったが、週下正後の疲労から筋肉痛が残っているため、回避し、放牧に出されて来春まで休養することになった。小馬となった2008年は、4月10日に山本、 トレーニングセンターから帰休した。なお休養中に、オーナーの上中雅子が、すべての所有場を手放した影響で当馬のバッシュが、吉田勝美に変更となった。そして5月18日、ビクトリアマイルに出走したが、発着に敗れた。続く、マーメイドステークスで一番人気に支持されたが、トップハンデで、雨の降った重馬場の中、見せ場なく、最軽量ハンデの条件は、 東方社員から1.6秒差の5着に敗れた。秋は、府中品バステークスから指導し、3着に入った。そして11月16日のエリザベス女王杯に、出走。2番人気に指示されたが、リトルアマポーラや、川上プリンセスを捉えきれず3着だった。2009年は4月25日の、福島品バステークスから指導。1番人気に指示されたが、 渋ったババも影響したのか、見せ場なく7着に終わった。その後ビクトリアマイルに出走登録を行っていたが、除外となり、5月30日の金車地賞に2番人気で、出走するも4着に終わった。続く6月21日のマーメイドステークスでは1番人気に、支持され、道中好位集団でレースを進めたが、最後の直線で伸びあぐねて、またもや4着に敗れた。 秋初戦は9月12日の朝日チャレンジカップに出走、後方からレースを進め、最後の直線で追い上げてくるものの6着に終わった。続く10月4日のポートアイランドステークスに一番人気で出走、後方待機から追い込んでくるものの4着に敗れた。中1周で挑んだ10月18日の不中品場ステークスでは、道中最後方から直線で大外から追い込んでくるも、 届かずムードインディホの2着に敗れた。11月4日に微出血を発症。そのまま引退、繁殖入りすることになった。つなぎ両先は、ノーザンファームである。母、マリスター E は、アメリカ G1 でルマー・オークス2着場で、本場は7番子に当たる。また3大母パーフェクト・ピジョンの子には1991年の第11回ジャパンカップを勝ったゴールデン・フェザントが、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。